こんにちは、ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますカメラはハッセルブラッドの定番モデル、人気の 500CM になりますね。はい、でもってこちらの、プリズムファインダー、こちらはですね、露出系が内蔵されたタイプの PME51 というモデルのプリズムファインダーですね。はい、でもってマガジンはですね、A の16タイプが、付属してまして、これはですね、66の画角ではなくて、ですね、サイズではなくて、645タイプのですね、サイズになるんですね。はい。はい、スライドを引いていただくとわかるんですけど、こう横長ですね。はい。645のサイズの、あれになってますね。はい。で、16枚撮れるということですね。普通の普通のブローニーフィルムで。はい。ちょっとですね、この後ろ側の、フィルムを、メモを入れる部分がですね、ちょっと取れちゃってるんですけれども、フィルムマガジンとしての機能には全く問題はない感じですね。はい。という感じで、このセットでお渡しいたします。はい、ではですね、ボディから状態を見ていきます。はい。はい、ボディはですね、全体的に、金属の腐食や、この皮の剥がれなどなく、大変綺麗ですね。はい。でもって、ここにですね、フォーカシングスクリーンのところに、645の、このサイズがわかる、映る範囲がわかる、マスクが、これ前のオーナーさんが、手作りで作ったんですね。これを付属いたしますね。はい。はい、フォーカシングスクリーンは、綺麗ですね。大変。汚れが腐食したり、変な書き込みがあったりとかしないですね。はい。よくですね、このフォーカシングスクリーンにですね、この直接マジックとかでですね、こんな感じに書き込んじゃう人がいるんですけれども、まあ、できればですね、こういうマスクとかにした方がいいですよね。他のサイズで使うときにもいいと思います。はい。他は、三脚の跡などなく綺麗ですね。他の針側とかですね、この接合部の汚れや摩耗もなく綺麗ですね。バックドアも大変綺麗ですね。はい。ヘビ割れとか汚れはありません。ミラーの劣化もなく、内部の素材の劣化もないようですね。はい。はい、ご覧のように、非常に軽快に動作してますね。この巻き上げの感触もですね、ガリガリ感とか感触なく、非常に滑らか、感触よく動いてますね。はい。ご覧のようにこのクランクがついてますね。こういうダイヤル式じゃなくて。はい。ボディはそんな感じです。はい。で、マガジンがですね、ご覧のように、A の16タイプですね。はい。16枚取れる645サイズのマガジンになってます。スライドは、デコデコになったりせずに、綺麗ですね。はい。で、中身も、サビとか汚れとかなく綺麗ですね。はい。はい。はい、これもしっかり閉まってますね。はい。で、カウンターもちゃんとゼロに戻ってまして、ぐりぐりと巻いていきますと、カウンター位置でちゃんと止まりますね。はい。ボディに、つけて、はい。こちらが、はい。これがストッパーになってますんでね。安全装置になってますんで、これを引いていただくと、シャッターが切れる状態になってますね。はい。こんな感じです。はい、いいですね。カウンターもしっかり回って、はい、動作にも問題はないようですね。はい。こちらが安全装置になって、これを刺すとですね、こう外れるようになってますね。はい。で、持って最後に、こちらの PME ファインダー、PME51 ですね。プリズムファインダーになってますね。
普通のウエストレベルのファインダーですとですね、こう左右に動かしたり、このフォーカシングするときに思った方向と逆に動いちゃうんで、最初は慣れが必要なんですけど、これはですね、普通の一眼レフカメラを覗いているのと同じような感覚でフレーミングできますので、使い勝手がいいですね。はい。で、こちらは、まあ、針側とか汚れとか、なんか綺麗な状態ですね。この汚れもありませんし、綺麗な状態です。はい。で、使い方ですけれども、こちら、フィルム感度を合わせていただいて、こちらのスイッチですね。はい。で、この MAX って書いてあるところに、この最小絞りですね。最大絞りを、こちらで設定いたします。はい。こんな感じですね。はい。で、露出光するときには、速光するときにはですね、この左側のスイッチをこう、押していただくと、このバッテリーが、バッテリーチェックと同時に、中の、ちょっと見えないですからね。はい。この LED が光ってると思うんですけど、ここ数字が書かれてますんで、この書かれた数字に合わせて露出を合わせていくという感じになりますね。はい。電池は、こちらでですね、最新の新しいスイッチを入れておきましたので、しばらく使えますね。で、これをボディにセットしまして、使っていただくような感じになりますね。内部の表示はですね、こちらのスイッチで速攻していただくんですけれども、使い方としてはですね、内部に表示されたこの赤く点灯した数字をですね、こちらのこのオレンジ色のですね、この数値に合わせていく。こちらはシャッタースピードですね。こちら側のオレンジ側の数字をこの三角に合わせていくという感じの仕組みになってますね。はい。という感じの使い方になります。はい。ではですね、大変状態の良いハセブラとの人気ボディ500CM になります。プリズムファインダーの露出計付き内蔵のプリズムファインダー PME51 と645サイズの写真が撮れる A16 フィルムマガジン。こちらのフィルムインジケーターというか、このメモを挟むところがちょっと壊れちゃってますけれども、内部の機構には全く問題のない A16 マガジンですね。はい。こちらのセットで今回はお渡しいたします。はい。電池は最新が入ってますね。はい。ということで、お探しでした方はぜひこの機会にお求めになってみてください。以上です。